ではホーム札幌今日のメンバーです。ゴールキーパーは前節 J1 デビューを果たしました阿波加、ディフェンス3人 U23 代表馬場、そして岡村、中村。ミッドフィルダーがダブルボランチ駒井と荒野、右のワイドに田中宏夢、 J1 初スタメン、左に菅、シャドウの位置に今日は浅野が入ってスパチョークとコンビ、ワントップ鈴木武蔵。アウェーの FC 町田ゼルビアはゴールキーパー谷からディフェンスライン右から鈴木、ドレシェビッチ、チャンミンギュ、林。そして今日はバスケスバイロンが怪我のため欠場で右に U23 代表の平川、ダブルボランチ柴戸と先頭、左藤本、そしてオセフンとこちらも U23 代表の藤尾の2トップです。平川対菅ですが、平川のクロス中に入って後ろからオセフン、サイドネット、いや惜しかったですね、はい。まあ、平川選手の、まあ、持ち味である、ね、仕掛けからのクロスで、ここにね最初のヘディングもね本当に可能性あったと思うんですけどね、はい、その後止めるかおそらく止めないか迷ったと思いますね。ただね、そのドリブルが、まあ、得意な選手がなかなかそのいい状態でボールを受けられなくて、はい、まあ、結果バックパスをせざるを得ないみたいなね、はい、関係は多いと結構ストレスなんですよね。あ、ワンツー、平川がペナルティーエリアの中に侵入、切り返して札幌2人入りました。最後は馬場ですね、よく出しましたね、はい、しね、まあ、平川選手本当に素晴らしい、まあ、突破から切り返し、はい、本当にパーフェクトだったと思いますけどね、最後シュートよく体ありましたよね。さあどうするか、あ、近くで始めました。菅が後ろからシュート強烈、ちょっと無回転のような形になりましたかね、はい。田中宏夢、中鈴木武蔵に当てるが、ここが少しずれた、このズレなんですよね、はい、これをなくしていきたいですよね、札幌は。先頭、右の平川、先頭が行って平川が中に入る、その平川の前、胸で前に送って高いボール、ファーサイド、ホセフを返して藤尾のシュート、決まった、町田先制、藤尾のハーフボレー、今シーズン2点目、町田今日も先制、これでJ1 昇格後4試合連続の先制弾。いや、素晴らしいシュートでしたね、はい、よく抑えましたよね。でこのクロスに対していい落としをオセフン選手がして、最後ね素晴らしく抑えが効いたボレーでしたね。まあ、札幌としてはゴール前人数もいるんですよね、いるんですけど人に聞ききれなかったですね。鈴木純也ので中合わせてきた、後ろから決まった、ドレシェビッチ、 J リーグ初ゴール、リフレクション見事にドレシェビッチ合わせました、2対0町田リード広げます。いや、ずれたボールでしたけどよく合わせましたね、はい、今ね最後ね、チームとしては初の複数得点。下げて駒井、鈴木純也寄せる、菅からワンタッチ、これもちょっと長くなりますが、よく頑張ったのは駒井、先頭のクリア、柴戸のヘディング、後ろから馬場、小林勇気、前を向けるか、スパチョーク、相手は揃ったが駒井ペナルティエリアの中に残っていた、切り返して左足のクロス、ファーサイド、花形を1回す、小林勇気、わずかに右でした。いやー、初めてじゃないでしょうかね、札幌が、はい、本当に決定的という部分まで行ったっていうのはね、まあ、人が関わりながら札幌のいいところは出て、最後ね、いい折り返しからのシュートでしたけど、いや右足だったのがね、ちょっと悔しいかもしれないですけど、はい、中村が運んで前が開く、中村が右にあと少し通ればというところ、縦原のシュート、決まった、札幌今シーズンのチーム初ゴールは J1
高卒ルーキー原康介、右足振り抜きました。2対1。いや、素晴らしいショットでしたね。はい、川選手がちょっと運んだんですよね。うまく引きつけて、はい、でシュートでしたけども、キーパーどこ抜けたんでしょうかね、これね。当たってはいますね。あ、ディフェンスに当たったんですね。ジャミー選手ですかね。シュートブロック行って、その当たったのが入ったんですね。低いゴール、鈴木武蔵の前、ゴールキーパーの赤がもう出てきています。田中がついて、まだ入れる、鈴木武蔵のヘディング、ゴールキーパー谷、ここで長い笛、試合終了。昇格初年度の町田、なんとこれで仕分けを終えた後はまさかの3連勝。いや、驚異の強さを見せます。2対1、 FC 町田ゼルビア勝利。